どうも皆さん、よさろうかけまるです。ハローハローワールド実況プレイ、今回から始めていきたいと思います。こちらのゲーム、メトコさんという方が制作したフリーゲームでして、ジャンルはクトゥルフ神話 RPG となっています。 RPG と名前はついているんですが、戦闘システムはなく、街の中をね、こう探索したりするのがメインの、まあ、アドベンチャー的なゲームになっているそうです。クトゥルフ神話という単語、聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、逆に全く聞きなじみがないという方も多いと思います。まあ、軽く説明をしておきますと、クトゥルフ神話というのは海外のラブクラフトという一人の小説家さんが作った世界観から広がって大きな文化になった一つの架空の神話の総称なんですね。まあ、架空ですから、つまり作り話なんですけれども、まあ、だから小説のストーリーとかみたいな感じで、ただのその作り話に出てくるその神話をすっごい壮大な世界観として、そのストーリー設定みたいな感じで、いろんな人がこう作ったものをこう組み合わせてできたものの総称がクトゥルフ神話というものらしいんですね。まあ、僕もちょっとかじっただけなので、詳しい正確なあの説明はちょっとできないので申し訳ないんですけれども、まあ、簡単に言うとそんな感じなんですね。で、今回のゲームはそのクトゥルフ神話という文化のその世界観を踏襲して、まあ作られているわけなんですが、まあ、ちょっとスパイスとしてね、風味が入ってる程度みたいなので、まあ、全く知識なくても楽しめる作品となってるみたいです。またちょっとその、ちょっとだけその世界観が、含まれてるよってだけみたいですね。まあ、僕も全然クトゥルフ詳しくないんですけど、それでもね、楽しめそうなので、早速スタートからニューゲームやっていきましょう。すいませんね、ちょっと前置き長くなっちゃって。クトゥルフ神話系の僕ゲームあんまり触れたことないので、楽しみです、今回。最近、夢を見る。邪神に破壊されてしまう世界の夢を。そして私はそれをじっと眺めている。おー、いいね、ストンと入ってくるね。うわ、てかめっちゃ綺麗だな、ドットが。なんかさ、こういう色味の世界観好きなのわかる？なんかこの、なんだろう、なんか青春っぽい甘酸っぱい青春みたいな色。ちょ、説明が下手だけど、このピンクとかさ、ミントみたいな。いやー、世界観とこの色合いがすでにめっちゃ好きだな。お兄ちゃんはいつの間にかいなくなった。でもすごい話はなんか重そうですね。どこにも手がかりは見つからなかった。出だしから不穏だな。あ、かわいい。タイトル画面の子だね。なんか髪飾りがなんか、何その、目みたいになっててかわいいね。ことぶきとわこちゃん。今日はどこに行くんだっけ？そうだ、何でも屋に行くんだった。何でも屋、よろず屋的な。急がなくちゃ。町の南にある何でも屋に行こう。お、始まりましたね、何でも屋。そのお兄さんのことをあれかな、相談しに行くのかな。失踪したってことかな、お兄ちゃんが。お兄ちゃん、あらまあ。お兄ちゃんに借りっぱなしの古いパソコンだ。うん、お兄ちゃんを探すのがメインなのかな、そのストーリーの。まあ、とりあえずこの部屋から探索していこうか。ゴミ箱だ。特になんもないかな。お、小説と漫画が詰め込まれている。ふりかけ天使シリーズは特にお気に入り。ふりかけ天使かわいいですね。ふりかけ天使、僕ふりかけも天使も好きですけど、ふりかけ天使好きになれるかな。で、これ何、めっちゃかわいい。かわいいウサギのクッションだ。うわー、いいなー。てかこのなんかライムのラグみたいなやつ、これめっちゃ可愛くないですか。色味が最高だな、うちに欲しい。いや、おしゃれな暮らししてるな、おしゃ暮らしじゃん、羨ましい。あ、すごい細か、電気消せる。細かい、いいですね。よし、とりあえず出てみようか。うわ、広、一軒家だね。これ2階なのかな。両親の寝室の扉だ、勝手に入っちゃいけない。あら、気をつけよう。簡素だけどいいですね。窓がないな。しかし窓はない。お、これがそのお兄ちゃんの部屋かな。作り物でなければとっくに枯れてしまっていただろう。なるほど、やっぱり長い間この部屋に人がいないことを示唆しますね。植物図鑑だ、昔おじさんにもらったって言ってたっけ。おじさん、植物図鑑ね。生物学の専門書が並んでいる。私にはまだ早いのかもしれない。あ、生物系、そうか、植物図鑑もあるしな。生物学系に進んでんのかな。お兄ちゃん結構年離れてんのかな。なんかこの子は中高生ぐらいに見えるけどね。お兄さんは生物学ってことは少なくとも大学生以上、下手したら社会人か、科学者とかなのかな。これめっちゃ怪しいのに調べられない、このノート気になる。
少なくとも 3,4 歳は離れてそうですね。もっとか。推理小説が詰め込まれている。お兄ちゃんもこういうの好きだったのね。いいですね。僕も好きですよ、推理小説。あ、こっちも消せる。すっかり埃をかぶってる。なるほど、いなくなった日からそのままなのかな。これ布団ぐらいは直してあげたら、それぐらい畳んであげたらええのに。中にまで埃かぶっちゃうよ。さて、じゃあとりあえず下の階行きましょうか。あ、ダッシュできるね。あ、なんか俺が好みな絵みたいなの飾ってある。何これ。ずっと見ていると吸い込まれそうな絵だ。おしゃーん、めっちゃおしゃれだな。でこれが多分玄関だと思うので先に左行こう。お、リビングダイニング的な感じですね。いや広いな。留守電は入ってない。いい家ですね。お酒ばかり入ってる。あら。ご両親どっちかあれか、主語かい、どっちもかい、もしくは。ふんふんふん。あとは特に難しい小説が並んでる。宿題をやらないといけない。あら。みんなと同じだね。みんなと同じで課題に追われているね。テレビ、特に気になるところないか。よし、じゃあ何でも屋さんに行こう。街が探索できんのかな。うわ、なんこれ、めっちゃ綺麗。え、てか家の家の玄関にステンドグラスってマジやば。お金の持ちですか、あなた。あなたお金持ちですか。名前を解明しなさい。あら、かわいいメニュー画面。ちょこんと座ってらっしゃるわ。これ何に座ってんのこれ。なんかよくわかんないキューブに座ってる。テレビかな。現在の情報ポイント、次のノルマ、所持金。ちょ、所持金以外聞き慣れないですね。なんだろう、ノルマ、情報ポイント。とりあえずアイテムから見ていこうか。なし、オプション、いじるべからず、セーブ。あ、できますね。アイテム欄でセーブできるの助かる。こういうの安心感ありますよね。とか思ったらなんか急に場面場面でなんか禁止、セーブ禁止とかになったりするから、意外とそう侮れないんですけど。いやー、おしゃれだな。すでにドット絵がめっちゃ好みだ。で南に行けって言われたけど、まあぐるりと回ってこっか。こっちなんだろう、工事現場かなこれは。お、なんか空き地みたいなのあるじゃない、公園かな。あー綺麗。あ、公園じゃなかったわ。失礼しました。なんだろうこれ、役所みたいなところかな。市役所、区役所的な。気になりますね。あー、すごい洗濯物とかある、こっち。あ、これ洗濯物じゃないんじゃない、これプールじゃないこれ。水みたいだな、綺麗。わかんないけどドット絵がこ、なんか凝ってんね。ほい、この先カフェ、セーレームかな、なんかセーラームーンみたい。セーラームーンとかけてたりして。カフェがあるんだ、行ってみよう。あ、細路地。うわ、おしゃれだ、細路地いいですね。無表路地。それは昔ジャンプで連載してたやつ。あ、スクエアだっけ、ここかな。カフェ、これ勝手にセーラームーンって読むね。セーラームーン準備中。多分セーラームーンじゃないんだろうな。月に変わってお仕置きはしないんだろう。あ、ホテルとかもある、おしゃれだな。ホテル月光堂かな、臨時休業いたします。いや、おしゃれなとこばっかり、いいですね。こっちは、こっちも細路地。あら、こっちはなんか行き止まりだ。なんだ、あ、無断駐輪お断り、なるほど。すげえ、自販機とか。お、買える、凝ってるな。飲む杏仁豆腐、みんな大好きな飲むスイーツ。俺杏仁豆腐ちょっと苦手だけど、ホット渋柿。おい、飲む杏仁豆腐ばっかりじゃねえか、許さねえ。どこまでがアイスでどこまでがホットなんだ。くっそー、限られてんな。あやたかとかないのか。あやたかとか、なんかメッツとかないのか。そうか。あら、これも広いですね。なんでしょう。あ、おしゃれ、すべてがおしゃれ。アパートとかかな、これは工事現場とかかな。綺麗だね。これは、あ、探偵って書いてある。ご用の方は階段で2階までお上がりください。鳴海探偵事務所。あら、探偵事務所がある。え、何でも屋さんより先に探偵事務所来た方がいいんじゃない。営業時間外だ。え、お兄さんの失踪こっちに相談した方がいいのでは。あ、交番がある。はい、あ、人手か、人手町、人手町、人手町かな、警察署、ただいま巡回中。人手町っていうの、ここ、おしゃれな名前。全てが俺好みだわ。俺海とかの生物好きなんですよ。人手とか言われちゃうとちょっと弱いな。どうやって使うんだろう。あら、これ飛び出せ動物の森で僕あのキャンプの横に置いてるわ。全然関係ないな。ちょっと待って、俺全然すごい寄り道しちゃってごめんなさいね。でもこういうなんか世界観見るの大好きなんだよ、許して。あ、これもなんか誰かのお宅があるね、入れないわ。家の人どうやってこれ帰ってんだろう、ここ入れませんけど。おわ、すごい、コンビニとかもある。3号マートかな。ちょっと近い名前のやつありますよね、この世界にも。現実世界にも。で南って言ったかが、こっちかな。
あれだね、踏切があるね。おお、あ、お地蔵さんとかもある。かわいいお地蔵さんがあるわ。あ、これ右下かな。うわー、なんだこれは。やばい、始まってから俺やばい、3分4分もっとかずっと街探索してるわ。ごめんね、みんな。ちょっともうちょっと浸らせて。やばこれ、めっちゃ綺麗。家から南にまっすぐ進んだら海と浜辺あるって、マジ最高な生活じゃん。これどの辺なんだろうね、モチーフは。あ、出た、これなんだっけ、トーテムポールじゃなくて、なんだっけ、あ、テトラポットだ絶対にトーテムポールではないだろう。毎回間違えちゃうんだよな。どっちかと言ったらこっちの方がまだトーテムポールに近いだろう。それでも遠いよ。いやー、いいなー、いいねー、白銀の砂浜、真っ青な海、明るい空、素晴らしい、いいなー。こういうのを憧れるよね、こういう生活。お、あ、これじゃない？なんかすごいジャンクショップ的な感じするけど、ここだったはずだけど。すいません皆さん、やっとストーリーが進みました。お待たせしました。お店の人今いないのかな。なんかどこもかしこも休業中だったりするね。お休みだったりね。なんでだろう、こんな場所初めて見た。いろいろなものを決定キーで調べてみよう。調査できるものに近づくとびっくりマークが表示される。ほう、繰り返し調査することで変化するものもある。なるほど、複数回調べるべき場所もあったりするんだね。あった、どこかで見たことがあるようなパソコンだ。ほえー、パソコン、これは複数回とか関係ないか。こっちとかは、あ、調べられる。ゴミ箱だらけだ、ほんとだ何でも屋さんなんだね、ほんとにね、いろんな意味で。変なデザインの風鈴が揺れてる。あ、綺麗、風鈴かわいいね。風鈴って聞くとちょっと今パプリカがね、頭の中をよぎりますけどね。臨時休業中です、ご迷惑をおかけします。あら、ここも休業中じゃん。あ、バス停だ。錆びついたバスの標識だ。もう使われてないみたい。おしゃれー。隣でトトロとなんかこう待ちたいね、バスをね。いいなー。で、これは、あ、こっちも行けるんだ。あ、なんか調べられる。この顔を見たら110番しなくていいよ。じゃあ貼るなよ。ただの晒し首じゃない。晒し首はちょっと違うな。晒し顔じゃない。ん？画面が真っ赤だ。よく音が聞こえない。あ、来た。私に何かご用ですか？誰？お、誰？あ、こんにちは。うわぁ、奇怪な人が来たな。ことぶきさん。あれ？名前知ってるじゃん。初めましてのはずだけど。お店の人？その通りです。アイスの買い出しに行っておりました。アイスの？それで休業って書くな。どうして私の名前を知ってたの？この町のことであれば、大体何でも知っています。なんて言ったって、何でも屋ですからね。いや、何でも屋ってそういう意味じゃないよ。何でも知ってる？もちろん、常識の範囲内でね。いや、名字を初対面で知ってるのは、若干常識外れだと思うけど。おっと、申し遅れました。名乗っていませんでしたね。私はクロイと申します。何でも屋をやっております。クロイさん。まあ、全身黒いしな。あ、てか学生服じゃん。学生帽もかぶってるし、顔の髪だけすごい気になるけど、なんだ、あれなんだろう、いくつなんだろうね。手袋までしっかりして露出が過度に少ないね。見た目が明らかに怪しいけど、本当に引き受けてくれるのかな。その顔はどうなってるの。わ、やはり来ましたか、その質問。その顔っていうか、具体的にその表情がちゃんと変わる、その髪なんなん。なんか顔に髪が貼ってある系のキャラでも俺好きなんだよな、実は。かわいいよね、かっこいいし、かわいいよね。私は何でも屋ですから、情報収集のために個人情報を隠さなければならないもの。というか、私時々グレーなことをしてるので、警察の方が割とうるさいと言いますか髪じゃ防げないんじゃないか、それじゃ。もっと別の方法があるのでは。顔とか覚えられたら困るしでも困るレベルなんだ。余計に怪しい気もするけど、死死じゃないが、私はちょっと怪しいだけの一般人です。断じて不審者ではありませんよ。いや、ちょっと言い逃れできないな、それは。はあ、それで寿さんはどうして私のところに。こんないかにも怪しいお店に来るのはあなたぐらいのものですよ自覚ありなんだ。自分で言っちゃうんだ。自分のことぐらい自分でできなければ、何でも屋の仕事は務まらないですよ。そういう問題じゃないと思うけど。そうだ、お願いがあるの。お兄ちゃんの部屋にこの店のチラシがあって。あ、そうなんだ。なるほど、私にできることであれば聞きましょう。
何でも嫌ですから。私のお兄ちゃんを探してほしいの。お兄ちゃんは突然いなくなった。警察の人が調べてくれたけど何の手がかりも見つからなかったみたい。てかそういえばご両親も家にいなかったけどお仕事なのかな。でも実の息子がいなくなってるのにっていうのもちょっとあるけどね。それでもお兄ちゃんに会いたくて。あなたはお兄さんが好きなんですね。あ、当たり前よ、家族なんだから。あら可愛い、照れちゃって。軽度のツンデレ入ってんのかな。お兄ちゃんは突然いなくなるような人じゃなかった。もし見つからなかったとしても、せめてどうしていなくなったのか知りたいの。事件とか大丈夫なのかな。お願い、引き受けてくれる。一つよろしいですか。な、何。この世界は今滅亡の危機にさらされている。え、どういうこと。それでもあなたはお兄さんを探したいと思いますか。そんなの当たり前じゃない。え、今なんて。いや、始まり方めっちゃおしゃれなんだけど。もう演出だけでまず今僕に一本撮りましたからね。一本って感じでして、今僕の頭の中には完全に響きました。一本が。そんでイラストも可愛い。ほんとだ、なんか背景の新聞に書いてあるね。地球存続は絶望的。空白の1時間に何があったのか。うわ、めっちゃ気になる。真偽は不明。どういうこと?世界は終わりますなんて言われても唐突すぎるし、それに、信じられるわけないよ。ここは物語の中じゃないんだから。私は本気でお兄ちゃんを探してるのに。まあ怒りもごもとも。まあそんなことをいきなり言われたら困惑してしまうのも無理はありませんね。ことぶきさん、ニュースは見る方ですか。新聞やインターネットでもいい。あんまり見る方じゃないかな。だって行方不明事件のニュースとか見るたびにお兄ちゃんも帰ってこないんじゃないかって気持ちになってしまうから。あー、まあそれはちょっと辛いな。確かに遮断してしまう気持ちもわかる。わかりますよ、その気持ち。しかしニュースを見ないということであれば、大陸消滅の話はもしかしてご存知ないのでは。大陸消滅。大陸消滅。ご存知ないんですね。時事ネタは拾っておいた方がいいですよ。わかる、実況プレイヤーは結構時事ネタ拾いがちよね。あなたは学生さん、おそらく小学生ぐらいですよね。あ、そんなちっちゃいの。そんな若いんだ。中学生よ。中学生だった。冗談です。さて、大陸消滅について話しましょう。なんで今そんなスッとこうスルッとスルーする冗談入れたん。俺も一瞬ちょっと戸惑っちゃったじゃん。大陸が消えてしまった。それはちょうど今日大陸が消滅したというよりは観測できなくなったのです。観測できなくなった。あるかないかもわかんないってことじゃ。調査隊が向かっていったようですが、真相は未だ謎のままのようです。この事態には世界中が黙っていないでしょう。しかし不可解な点が多すぎるんです。不可解な点。あまりにも唐突すぎる。そう思いませんか。そのような現象が起こるのであれば何らかの前兆があるはずなんです。確かに。例えば地震だとか天変地異だとか。そうか、何の兆候もなしにいきなりヒュンと消えたらそれはビビるよな。まあそういうこともなきにしもあらずですからね。まあその天変地異が今起ころうとしているわけですが。確かに。それは、まあ、捉え方によるか。でもいきなり大陸一個ポンって消えたらビビるな。でも大陸ってどこのことなんだろう。この今トワコちゃんたち、黒井さんとトワコちゃんが立ってるこの地ではないわけだね。でもそこまでの事態になってるんだったら今頃大騒ぎになってるはずじゃない。もちろん一部の人々は大騒ぎに違いありません。しかしあまりにも不可解な点が多すぎてマスコミは情報すら手に入っていない状況なんです。大陸が観測できなくなった、それだけの情報しかないんですよ。なるほど、まだ不足してるんだ。
一部のメディアでは、報道されていますが、いたずらに公表しては余計に混乱を招きます。あー、じゃあ特にネットとか触れない、テレビとか新聞でしか見ない人、いやテレビとかラジオとかでしか情報を集めない人にはもしかしたら行き届いてないかもしれないわけだ。大変なことになってるのね。まったくです。しかしそんなことが一晩で起こるということは、もはや地球上のどこも安全ではないということ。確かに。つまり私たちの町も現在進行形で危機に瀕しているということです。分かっていただけました？正直頭がついていかないし、あんまり信じたくもない。そうでしょうね。いきなりこんな話をしてしまって申し訳ない。ですが私もデタラメでこんなことを言っているわけではないんです。私は真剣です。真剣と書いてマジです。それをどうして私に話したの？もしかしたらあなたなら信じてくれるかもしれないと思ったのです。最後の時間になるかもしれないから、せめて誰かと一緒にいた方がいいと。ですがやっぱり唐突すぎましたか。でも全く信じられないわけじゃない。私が最近見る夢と関係があるとしたら、あ、最初のあの邪神の夢はとわこちゃんのだったのか。いや面白いな。入りがすでに面白い。いつか急に消滅するかもしれない世界を冒険するんだね。でも私は諦めたくないの。本当に世界が終わるのかなんてわからない。そんなのやってみなくちゃわからないじゃない。おお、どうした？カービィみたいな顔して。そういうことなら私もぜひ協力させていただきましょう。あら、意外と飲み込みが早い。テンション高音で。どうしてそんなにテンションが高いの？聞きたいこと聞いてくれた。俺が通常運転です。それではここで私から提案があります。お、私は見ての通り情報屋。しかし今は世界滅亡の噂のせいでやることがいっぱいなのです。そこでことぶきさんにはこの街や世界中で今起こっていることを調べていただきたいのです。もちろんどんな方法でも構いません。私はインターネットとも無縁ですのでね。え、情報屋としてどうなのそれは。それって何でも屋としてどうなのよ。さっきから俺とわこちゃんとセリフ被ってるわ。意思疎通、以心伝心だね。気が合うのかも。 LINE 交換しとく。この前パソコンが壊れちゃったんですもん。それ無縁とは違くない？ともかく私の情報集めを手伝ってくだされば、私もあなたのお兄さんについて調べる時間ができます。どうです、引き受けてもらえます？なんだか私がお店側みたいな流れね。でもその方が助かるかもしれない。お母さんとお父さんは家にいないし。ね、いなかったよね。なんでなんだろう。街に出るのも悪くないかも。なるほど、情報収集をするんだ。あ、だから情報ポイントとかあったのか。なるほどね。そうそう、そう来なくては。契約成立ということですね。よかった、引き受けてもらえた。でもこの人私の顔見えてる。確かに。その髪は薄い髪なのか。こっちからはよく見えないけど、裏側からは実は透けて見えるタイプかい。わーい、やった。それでは早速あなたのお兄さんについて聞かせてもらいましょう。お兄ちゃんはいつの間にかいなくなっていたの。まるでどこかに消えちゃったみたい。そうですか。名前もメモさせていただきますね。あ、でも名前なんなの？私を勝手に置いていくような人じゃないの。急にいなくなるなんて何かあったとしか思えない。あれ、名前は？あれ、もしかして俺らにも教えてもらえないのか？うん、なるほど。それでは私はお兄さんのプライベートについて調べておきます。ことぶきさんとお兄さんは年も離れていることですし、知らなかったことも多いでしょう。お兄ちゃんもことぶきだけどね。確かに。それではまた明日ここに来ていただけますか。あなたが町の情報を渡してくだされば、私もお兄さんについて調べたことを伝えましょう。ありがとう。それでは今日はこの辺りで、また明日お会いしましょう。へえ、なるほど。じゃあまずはいろんな情報を集めて、まあ、お兄さんに関する情報とか世界滅亡に関する情報を集めて、ここでお互い報告会って感じか。わかりました。私も帰らなくちゃ。いやー、すでに面白いな、だいぶ。お、あ、誰？え、探偵事務所の前。え、あれはお兄ちゃん？お兄ちゃん？事件解決。
とはいかないか。